こんにちは、いつりです。大阪土日の気温が15度、16度まで上がって、一桁台になったり、そこまで暑い、気温、暑い日になったり、もう、温度差がめちゃくちゃですが、なんとか体調崩さずやっています。朝飯とかにもちょっと気をつけて、朝飯ね、やっぱり喉通らないとか、時間ないって人も多いかもしれませんが、ね、絶対にね、腹ペコとその腹膨れてる状態だともう全然違うんで、ただ腹がいっぱいだと逆に動きにくいって人もいるんで、もうそこら辺はもう自分のその、体質と相談するしかないというか、私の場合、朝ちょっと食べるの、もうしんどいんですが、一回食べてしまえばもう腹いっぱいだと結構元気に動けるという感じですね。最近買ったものはですね、ちょっとこれ結構好きで買ってるんですが、一人暮らしには持ってこいですね。炭水化物取れますし、野菜と肉をね、同時にパパッと取れるんで、鍋の派生みたいな、鍋だけじゃちょっと足りないって時はこういうのを食べたりして、カレーもね、ちょっとアクリル開けてるんですが、半分使ってますね、カレー。私ね、そうシャバシャバのカレーが大好きでして、もう本当にもう他の人が、あ、ちょっとごめんなさい、今ラーメンが落ちました、他の人が見たら多分もう引くぐらいのシャバシャバのカレーが好きですね。言い方変えればスープカレーなんですが、スープカレーもっと違うもんだと思うんですが、単にちょっと水を多めにした方がご飯をかき込めて、美味しいんで、個人的に、主に玉ねぎと、豚肉だけですね、具は。もうあとはもうめんどくさいっていうのがあるんで、あとほうじ茶がちょっとマイブームですね。それと鍋に入れる白菜、先ほど切ったバナナですね。これも開けてるんですが、ちょっと、もう一袋残ってます。二袋入りで、結構これも豆腐入れて、ご飯に入れて囲むみたいな感じで、といった感じで今回ちょっと買ったものの紹介でしたが、最近、料理もね、ちょっとたまにはちゃんともっと本格的にしたいなと思っています。その時はまたちょっと、撮るかもしれないんで、その時はまたお願いします。ありがとうございました。インスでした。